今月、10月21日にドット絵のイベントがありますね。私も UPC ブースの端に出展することになりました。今回は主にデモ版の資料を展示する予定です。グッズは作った分だけそのまま赤字になりそうなので、こちらのしおりのみとなります。竹肌という触り心地のいい紙に開発中のゲームの背景と、裏面は好みでフグかサケズのオマージュを書いています。私は表紙カバーを雑にしおり代わりにしてきたのですが、これでこの先10年くらい困ることはなさそうです。200円とお求めやすい価格になっていますので、積読消化にお一ついかがでしょうか？活動停止していたにもかかわらず、UPC のブースに展示を出すのは虫がいい気がして、参加するかどうかかなり迷ったのですが、再開した以上そんなことも言っていられないので、大急ぎでデモ版の実装をしていました。今見えているのは今回のイベントで試遊できるチュートリアルの画面です。当日来られない方や後から興味を持ってくださった方のために、ここでちょっと説明しようと思います。もちろん来られる方もネタバレはほぼ関係ないゲームなので、安心してください。パズルの方は最初のステージは 2×2 の最小サイズで、移動方法とパズルの操作のチュートリアルです。このゲームではさっきのステージのように真っ白な砂浜に改札という、かなり脈絡のないオブジェクトがステージに配置されています。こんな感じに脈絡はないけど雰囲気はいいよねという、普段一緒に食べないものを合わせたらもしかしたら美味しいんじゃないか。そんな試みのゲームです。夢の中の景色っぽい良さを表現したいという部分では、ゲームの夢日記に共通するかもしれません。チュートリアルのステージを進むとスキャナーを入手できます。こいつはプレイヤーが歩ける場所をわかりやすく表示してくれるものです。手に入れたら自動で表示され、ゲームパッドなら RB か R1 ボタン、キーボードなら F で切り替えができます。プレイヤーは足元のスライドパズルを移動させたら一緒に動くので、これで行けないところに行けるようになります。こんな感じに動かして目的地に移動します。この段ボールに入っているのは鍵です。これを入手するとロックされたパズルのピースが解放されます。すべてのロックを解除してマップを完成させたらステージクリアです。しかしステージクリアのための完成形がわからないと意味がないので、このゲームには青写真機能があります。これです。ゲームパッドでは X か四角ボタン、キーボードでは E ボタンのそれぞれ押している間だけ表示されます。ではステージを完成させていきます。ほら、開発者は必ずしもゲームうまいわけじゃないから。こんな感じに2つのアイテムを使ってパズルの完成を目指します。次に登場するギミックは王道のスイッチです。こいつは上に重いものが乗っている間だけ効果を発揮します。つまりプレイヤーがその場に留まるか、何か重りを持ってこないといけません。なのでプレイヤーではなく足元のパズルを動かして、手の届く範囲に持ってくるのもいいでしょう。こんな感じに。デモ版最後のギミック要素は木箱です。これは前方に押すことができるオブジェクトです。さっきのスイッチの上にこいつを運んだり、ゲーム後半になると使用用途が増えたりします。これらのオブジェクトの数が次第に増えて、少しずつ複雑になっていきます。しかしやることは最後までパズルのピースのロックを解除して、スライドパズルを完成させるという、シンプルなゲームを目指しています。というのも今の私にとって完成が現実的かどうかがかなり重要なので、作り込まれた世界観や引き込まれるストーリー、魅力的なキャラ、豊富なアイテムや白熱するバトルを目指すことは、一旦脇に置いて私が今自信を持ってできるマップの描写と、完全に理解したユニティでまずは一つ確実な完成を目指すつもりです。廃墟ドットのように歩くだけの内容の方が、完成できる可能性は確かに高いのですが、それで満足できる内容にするにはしっかり世界観やストーリーを考えて、伝え方も工夫しなければいけないのでちょっと難易度が高いです。そんなことは気にせずステージだけ書いて、ぶん投げることも可能なのですがさすがに気が引けます。なので今回のこのパズルゲームで開発の経験値を得て、今回できなかったこれらの要素も、次のゲームで挑戦できればいいかなと思います。その時になったらアイデアを考えて動画にしたいですね。コメントでいただいた意見も積極的に取り込んでいけたら、インディーゲーム作ってる感あって楽しそうだなと思います。そのために、ひとまずはこのゲームを完成まで走り切ることが今の目標です。コメントといえば前回の動画にたくさんの反応ありがとうございました。忘れ去られていることも覚悟していたのですが、廃墟ドットについて温かいコメントをしてくださる人が多く、元気をもらいました。今開発しているパズルゲームは、ほとんど1画面に収まる小さなマップなので、廃墟ドットにありそうな探索要素やワクワク感はちょっと薄いです。私はこれが結構悔しいので次の挑戦では、なんとか探索要素を実現できる方法がないか考えたいです。こちらのコメントもありがとうございました。ホームシックは私もやったことがあります。ゲームの一部として最高の廃墟と設定を目指すことはあるかもしれませんが、今後廃墟をメインに据えることはもしかしたらないかもしれないと、そんな気がしています。でも語られない世界観が濃密だと趣があるというのは、私も本当に同意見で、さりげないものでストーリーがわかると、その場所が生きてきますよね。私は廃墟にあるゴミで人がどんなことをしていたかがわかることに、なんとも言い難い面白さを感じます。貴重な意見ありがとうございました。そして先月はちょっと事件がありましたね。これです。
ユニティ勢大丈夫ですか？ユニティ勢騒動の後、少しゴドッと、ゴドウに触れました。読み方にいまいちピンときていないですが、とてもいいエンジンですね。軽いし、使いやすいので感動しました。ユニティはググれば解決策が必ずあるのが魅力なのですが、いかんせん機能を持て余しています。今の私には完全にオーバースペックです。ゴドウは寄り添ってくれる使い心地の良さがあります。もし次のゲームの開発が始まったらこれを使いたいですね。次にゲーム開発者の方々です。やっぱり見られていると思うと気が引き締まりますね。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいコメントです。ありがとうございます。このようなコメントをもらいすぎると、天狗になってしまうので自重していかなきゃなと思います。ありがとうございます。必ず完成させます。というと完成しないフラグに聞こえるので辛いのですが、必ず完成させます。現在はチュートリアルの9ステージがおおよそ完成して、前半残りの5ステージが仮実装、後半の6ステージが未実装です。今回のイベントで意見をいただけたらまた修正を挟み、後半の実装までたどり着けたらいいなと思います。上の2つのコメントはゲリラの作業アーカイブにいただいたものです。私に喋りの際はないので多分もう滅多にしません。その代わりに今みたいに動画で返していこうと思います。ここまで見てくれてありがとうございます。次の動画でまた会いましょう。